さあグラブルやっていきますということで、まあ、いつも公式生放送の感想とかはね、あのスケーニゲームしか出さないんですけど、なんかグラブル思ったよりなんか炎上してるっぽいんでね、せっかくなんで自分の感想もね取っていこうと思います。一応ゲーム戦争ではね、しのちゃんの言ってることは当たるって評判なんでねせっかくなんでグラブルの話もしていきましょう。これ今ゲームビズ見てますけどね、上から順番に見ていきますけど、イベントスキン、なんかこういうのいいっすよね。イベントでスキンもらえるのって自分いいと思うな。そしてあのね、季節限定のねキャラクターたちね、水着浴衣、ちょっとヘカテイのイラストはこれちょっともうコンプラ日本の緩いコンプラでもこれギリギリアウトじゃないかなと思っちゃうけどなこのヘカテイのイラストはあのいいと思います。これもなんか炎上の一個の原因になってた、10点集のシーズン系キャラクターたち、まあ別に自分は別にいいんじゃないって感じですけどね。で水着ベルゼバブ、もうベルゼバブは自分も本当にお世話になってるんでね、この水着ベルゼバブもなんか強そうな感じがしますよね。そしてサマーセレクトスタレね、なんか最近来たやつ、10枠自分で選べるやつですね。まあ、基本的に自分グラブルはね、あのアニバチケットと、まあ、気に入ったスキンしか買わないんですけど、だからこの10枠選べるやつで、あの外れが1個もないときはやったりやんなかったりって感じかな。1個でも外れ枠があるならあのやらないです。サマーギフトキャンペーン嬉しいっすよね。地道リリースからやってるんですけどね、今年からちょっと本気になってグラブル頑張ってやってるんですけど、なくなるわけないと思ってたあのエリクシールハーフとエリクシール、ついにこの前なくなりました。約10年分くらいの貯蔵があったんですけどね、まさかのなくなりました。キャンペーン待ってました。毎年なんか最近あるね、1000万円キャンペーン、本当に当たるんすかねこういうのね。自分なんかこういうの疑っちゃうんすよね、本当に当たるのっていう。あとはなんかイベントで新召喚石もらえると。あ、なんか噂ではなんか、まあ、自分はわかんないですけどね。なんか例年のこういう夏のキャンペーンよりなんか配布量が少ないみたいな話ですけど。どうなんでしょうね。まあ、自分は別になんて言うんだろう。ある程度もらえれば別に満足タイプなんで。もともと課金していてね、今は無課金とはいえ、別にそこまでなんか配布に求めてないですよね。自分はどのゲームもいつも言ってるんですけど、配布とかどうでもよくて、改善なんですよね。それを最も大切にしてるんで。そしてジョブのね、特殊装備の、固有のね、タブができる。これほんと素晴らしいと思います。結構自分グラブル最近は頑張ってやってるんですけど、昔たまに、半年に1回くらいちょこっとちゃんとやるんですけど、その時にどっから盾制作するのとかさ、わかんなくなること多くて、今はもう大丈夫ですけどね。新滅戦ね、これ待ってました。自分全然やってなかったんで、今年からちゃんとグラブルちゃんとやってるんでね。なんて言うんだろう。なんかボードみたいなやつと武器集め全然終わってないんでね。待ってました。そして師匠降臨ね。これも嬉しいっすね。自分ちょっと前回の師匠降臨あんまりやってなくて、前回の師匠降臨のキャラクター突できなくて、待ってました、開催。今回の開催で前回のやつ突できるんですかね。で、これ自分結構要望送ってたんですけどね。なかったのが逆に不思議なんですけど、ジョブ一覧タブができるっていうね。逆になんで今までなかったのか自分はわかんないです。いちいち編成から行かなきゃいけなかったじゃないですか。あれがね、ずっと謎だったのがようやく改善される。あとなんかもう最近影の薄いね、昔はプローディアってのがすごい強かったイメージあるんですけどね。最近影の薄いプローディアさんね、最終上限解放。最近の昔のキャラクターの最終上限解放ってさ、本当に強くなるんで。ちょっと前のクラリス自分使ってますからね、最終上限解放。そして新たなプロ追加。すっごい嬉しいんですけど、エレクシール今自分切れた身としてはね、ちょっとスキップできるの嬉しいんですけどね。その分エリクシールなんかちょっと増やしてった感じです。フロートでしかやらない人間なんでね、なんか細かいこのオーバースキルの詳細とかはあんま興味ないですね。でキャラクターバランスは自分芝がね、本当に待ってます。リミテッドで芝ってなんかすごい不遇ですよね。武器にしろ、キャラクターにしろ、昔からなんか使われてないイメージあるんで。自分音キャラで誰が一番好きですかって言われて自分芝なんで。超絶アップデートしてほしいですね。まあ、あと、自分が個人的に一番注目してるのはこれかな。あ、一番じゃないな。二番目だな。二番目に注目してるのはこれですね。スマヒヒト。新クラス5ジョブ。なんかペース早いっすよね。ジョブの追加。個人的にクラス5ジョブ年に一回でいいと思うんですけどね。もっと貯めてくれていいんですけど。あんまりペース早めちゃうとさ、クラス6ジョブ出さなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。今回格闘系のキャラクターですね。自分ちょっと前の動画で言いましたけどね。自分もう訳わかんなくなっちゃうから、
プラス4ジョブね、極地来ましたけど、ライトユーザーの自分としてあの選択肢が多いとわけわかんないんで、クラス5ジョブしか使わないっていうルールを決めたんでね、クラス5ジョブの追加はすごいあの楽しみです。これも結構なんか炎上してたイメージあるな。なんか古戦場がなんか難しくなるのかな。だから自分はあのフルオートでしかやらないんで、ね、あんまり興味ないんですけど、ポチ数とか。ただ一個だけ困るのは、レベル200ヘル自分いつもフルオートできる強さはあるんですけど、なんか250ヘルはなんか団員みんなでやんなきゃいけないやつって書いてあって、自分のギルドはあの無言ギルドなんで、自分ゲームはあのソロで黙々やりたいタイプなんで、あの無言ギルドなんでね、ちょっとこういうなんか協力系のこういうの好きじゃないんで、この250ヘル追加は個人的にはかなり嫌です。多分自分レベルじゃソロクリアできないと思うんで、250、本当に嫌です。で、あと気になったのはあれですね、新たに6種の盾追加。まあ、今年からあの本気になってやってるとはいえ、自分はあの盾ね3種類持ってなくて、まあ、でも盾の追加はね自分は別にいいと思います。学び入り追加ね、つい最近ね、あのウロボロス取ったんで、なんかせっかくあんなに苦労して取ったウロボロスさを超えられてきちゃうとちょっと嫌なんですけど、一応学び入りが追加。ダークラプチャーゼロがちょっと嫌だな。オートでしかやらないんでね、自分のスーパーアルティメットバハムートより上はやったことないんでね。グランデ召喚石にごとつ、こういうね、こういうの自分好きっすね。グラブルとかドッカンバトルの好きなところっすね。こう昔のものをなんかすげえ強化してくれるっていうやつ、多分すごい強化してくれるんでしょう。楽しみですね。要望を出してた自動エレメントがね、これもやっときましたね。新マルチバトル第1弾追加。自分オートでしかやらないんでね、オートでできるレベルだといいですけどね。あとこれね、要望、自分も結構要望していたね、英雄武器。せっかくあの英雄武器っていうコンテンツ仕様があるんだから、もっとうまく使った方がいいですよっていうのを運営に結構要望してて、クラス5ジョブにね、あの英雄武器来るのは自分は結構楽しみですね。絶対弱いわけないと思うんでね。何がいいってさ、英雄武器1本入るっていうことは、あの必要武器が1本減るっていうことじゃないですか。なんていうの、リミテッド系とかさ、1本抜けるわけじゃないですか、その分。それがいいっすよね。で、個人的に一番注目してるのがこれですね。テンスラコラボ開催。お、テンスラコラボいいじゃんと思って、すごい、あの発表された時はあの大絶賛したんですけど、ツイッターでね。ただ次の日、なんかトレンド見たら、なんか結構炎上してて、今回からガチャになるっていうらしくて、え、マジでと思って。そうなってくると自分もちょっと話は違うなってなるんですよね。いや、コラボするのも全然いいんですけど、コラボキャラをガチャにするのも自分全然いいんですよ。全然素晴らしいと思います。どんどんやってって感じなんですけど。ただ、他のゲームでよく言うんですけどね、特に幻影戦争で自分はよくダメ出しするんですけどね。コラボするのはいいんですよ。ただ、復刻しないですよね。一切。自分はコラボするんなら、定期的に絶対にね、復刻するべきなんですよ。まあ、どういう契約になってるかわかんないですけど。なんかもうコラボ中にしかガチャ引けないじゃないですか、基本的にどのゲームも。これは自分はね、ゲームを長く続ける上で絶対マイナスだと思うんで。これはね、本当にどうなるかわかんないですけど、自分、幻影戦争でよく話してるのは、もうコラボキャラクターはさ、もうコラボガチャっていうのを作って、なんかコラボするために IP 関係なしに外れ役に古いコラボのキャラクターとか入れてくれないと。っていう話してるんですけどね、権利の関係とかわかんないですけどね。ゲームにとってはマイナスになると思うんでね、そこだけが本当に嫌っすね。だからテンスラコラボをしたんでね、そしたら本当にね、年一くらいには定期的にテンスラコラボ開催してくれないと、もう本当に良くないと思います。これ他のゲームでよく言ってますけど、結構これはね、グラブルっていうサービス存続っていう意味で決定的な一台になる可能性がありますね。よくスキーニゲームで話してますけど、もうこれはね、本当にモロ刃の剣なんですよね。何でもいいけど、このモロ刃の剣を、うまく回していくには、もう必ずね、定期的にコラボするってちゃんと宣言するか、あとはもうコラボっていう枠で、もう次何のコラボ来るか分かんないですけど、テンスラの次のコラボした時のガチャの外れ枠にはもうテンスラのキャラクターも入れてあげるっていう風にしないと、自分は悪い意味でね、グラブにとってはマイナスになると思います。リムルがなんか配布らしいんでね、せっかくコラボ限定ガチャ来るならね、リムルはそのコラボ限定枠でいいと思うんですけどね。第1弾のキャラクターは、コラボ限定ガチャはリムルとミリムでしたっけ？ピンク色の髪のやつ。この2人でいいと思うんですけどね。配布キャラは1体にして、まあ、1個落ちるくらいのキャラクターたちでいいと思うんですよね。自分は5豚でいいと思うんですけど。また10点集関係の新たな強化。自分最近ようやくね、1人だけ、超越終わったんで、レベル150ね。そのレベルなんで。あれなんですけどね。マイページのデザイン回収もちょっと楽しみかな。まあそんな感じですね。まあ、とにかく、まあグラブル運営さんにはね、
コラボのガチャ仕様についてだけはね、本当に気をつけた方がいいと思います。そんな感じで。どうもありがとうございました。